死にてえやつだけかかってこい。龍が如くシリーズの原点となる龍が如く極みが登場。親殺しの宿命を背負う伝説の極道桐生一馬と消えた100億の鍵を握る少女、二人が出会うとき運命は動き出す。舞台は日本最大の歓楽街東京神室町。事件に関わる中で様々な勢力が彼の行く手を阻む。戦いは4つのスタイルを切り替えながら行う。時には拳で、時には身の回りにあるものを駆使して降りかかる火の粉を払い落とせ。また神室町には様々なプレイスポットが存在。戦いを忘れ娯楽に興じることも。伝説の竜の物語が任天堂スイッチで幕を開ける。竜が如く極みは10月25日配信。